皆さんこんにちは、 K-TUBE の K です。今日はちょっと外に出てきております。どこにいるかというと、ベベン、二子玉川に来ております。めちゃくちゃ天気いいっすね。なんで今日二子玉川に来てるかというとですね、僕の大好きな入浴剤クナイプさんがイベントをしてるということなので、ちょっと遊びに行ってみようと思います。一番お好きな香りから、悩んじゃうな。わかります、わかります、めっちゃ悩みますよね。花粉症なんですということは、ユーカリから行った方がいいかな。これはどうやったらいいんですか。今日私ちょっとこれを、すみません、ありがとうございます。あ、暖かい、暖かいですよね。今日気温低いですよね。これめっちゃ気持ちいい。気持ちいいですよね。手だけでも全然こう疲れが、あー、いいっすね。いいですよね。いい香りです。花粉症なんですけど。あ、どうですか、この時期ユーカリ最高ですよね。そうですよね。さっきちょっと一回嗅ぎに来ました。辛くなって一回ちょっと嗅ごうと。ちょうど1日2日前にユーカリの、はい、入ったところでした。よろしかったら次オレンジリンデンバーグ、これもめっちゃいいっすよ ね、 すよね。ちょっと香りが強めで、ね、オール入った時に温まりますね。ちょっとここに入れます。ですよね。すみません。ちょいちょい写真も撮っちゃってます。です。これがもう、あ、よく眠れるっていうやつね。はい、あのおなじみのよく眠れるやつですね。これはもう本当に安眠できますね。なんかこう寝る前、やっぱり10分前くらいに。はいはいはい。でも寝れるっていう。これもよく使いますね、僕は。ありがとうございます。一番キングオブっていう香りあります。キングオブ、まあ時期によるんですけどね。今だと桜ですけど。そうですよね、限定ですもん、はい、で夏だとスーパーミントで、やっぱ疲れてる時にワホルダーの、もう毎日使ってますんで、ね、お世話になってます。ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃじゃーん、楽しませてもらいました。はい、できるバームの方にご案内させていただきます。持ってますけど、す、僕どっちかっていうとこっちを使うんですよ。あ、そうなんですね。オイル派ですね。はい、オイル使ってるんですけど、ですね、まあ、体全体とか広範囲使う場合はやっぱりおすすめなのオイルではあります。シャワーした、うん、こう普通にお風呂入っていただいて、でちょっと、まあ、ちょっとだけ濡れた状態で塗ると、まあ、なお広がりやすい。じゃあ本日どちらを試してみますか。そうっすね、少しで、はい、じゃあちょっと一度、まあ、まず香りをちょっと確認いただいていいですか。こちらがローズになります。ピンクの方ですよね。はい、ピンクの方ローズです。いい香り、いい香りですよね。はい、はい、こちらがですねグレープフルーツの香りになります。あ、これもう今日もさっき使ってきたやつです。あ、そうですか、ありがとうございます。本日どちらで。あ、じゃあいつも使ってない方。じゃあローズで。まあ、かなり伸びがいいので使うのはもうほんとパール1つ分くらいですね、はい、男性なので少し多めに今回つけさせていただきます。はい、ありがとうございます。これくらいになるんですね。
ね。こちらをですね、まあ、こちら片手についてるんですけれども、はい、まんべんなく両方の手に伸ばしていただく感じ。こういうことですかね。そうです。まずこう重ねていただいて、で次手のひらに、はい、そうです。あ、すごい伸びますねこれ。そうなんですよね、まあ、指先も使っていただいて、で、まあ、ご存知かと思うんですけれども、まあ、体全体に使えるので、はい、髪の毛の中にも使える。髪もいけるんですか。髪もいけるんですよ。髪は知らなかったです。髪もいけちゃうんですよ。冬とか今の時期だと静電気でちょっとこうパサパサした髪の毛とかに、はい、もう普通に濡れてない乾いた状態でも大丈夫なんですけれども、ちょっと手に取っていただいて、でちょっと髪につけていただく形です、うんうん、あんま根元にやるというよりか毛先につけていただいた方がいいかなっていう。めっちゃ万能じゃないですか。そうなんですよ。もう顔も全然いけますし、ほんと髪にもっていう感じ。乾燥肌なんで、めっちゃこれ顔を塗って助かってるんですよ。オイルとかも化粧水とか、洗顔を化粧水して、うん、その後にオイルつけてあげるっていう感じで、はい、多分お顔も作っていただけると思うんですけれども、もうほんとどちらも顔にもつけられますし、オイルの方ももちろん髪の毛にもつけていただきます。素晴らしいです。ありがとうございます。助かりますマジで。本当肌がちょっと、なんだろう、乾燥肌で、敏感肌で、汗っかきで、もうとにかくダメージ弱いんで、はい、こういうので守ってもらえると本当に助かります。もう本当に全部天然由来の自然に優しいもので作ってるので、ありがたいです。本当に肌弱い方でも全然こう使っていただける。すごいしっとり、しっとりしますよね、はい、私ずっとやってるんですけども、めちゃくちゃ一日中今日しっとりしてる。いいですね、触ってるんで。いいですね、いいですね。これ、はい、このオイルのホームページを見たときに、はい、化粧水、オイルの後に化粧水するのもまたありだみたいなのが書いてあって、あー、そうですね、ブースターとして使うみたいな。でも今まで化粧水乳液みたいな、はい、で終わるじゃないですか普通、はい、でもその後もう一回化粧水いけるってすげえなと思って。すごいですよね。でこれとかだと、まあ、ほんと1滴ぐらいで使えるので、うんうん、まあ、これでめちゃくちゃ持ちがいいですよね。全然なくならないですよね。わかります、全然減らないですよね。なのでほんとこれとかもちっちゃいサイズで永遠と使ってられる、うん、最初ちょっとちっちゃいかなと思ったけど、ね、全然持ちますね。500円というのもかなりリーズナブルなお値段でもありますし、はい、助かっております。ありがとうございます。カメラもありがとうございます。いえいえいえ、すいません。はい、ということで、クナイプイベント参加してきました。今まで知らなかったクナイプの歴史とか使い方なんかいろいろ学べたんで、さっきの穴中に入ってなかったと思うんですけど、オイルを、ワックスに混ぜるとかすごい裏技もいっぱい聞けたし、ミルク、お風呂のねバスミルクも泡立つなんてのを聞きまして、ちょっとその辺も試していこうかななんて思います。とりあえずね、今めっちゃ手がいい匂いする。やばい。この匂い嗅ぎながら家に帰りたいと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。